結構おはようございます。おはようございます。笑顔は世界の共通言語ですね。今日も一日笑顔で過ごせますように。アレクサ、5月29日は何の日？5月29日はこんにゃくの日です。1989年に一般社団法人日本こんにゃく協会と全国こんにゃく協同組合連合会が制定しました。日付の5と29をこんにゃくと読む語呂合わせと、こんにゃくの種芋の植え付けが5月に始まることから定められました。こんにゃくは食物繊維やカルシウムが豊富で様々な効果があると言われており、健康に過ごしてほしいという願いも込められています。5月29日は何の日？知らせてくださってありがとうございます。エコー、5月29日は何の日？5月29日はこんにゃくの日です。1989年に一般社団法人日本こんにゃく協会と全国こんにゃく協同組合連合会が制定しました。日付の5と29をこんにゃくと読む語呂合わせと、こんにゃくの種芋の植え付けが5月に始まることから定められました。こんにゃくは食物繊維やカルシウムが豊富で様々な効果があると言われており、健康に過ごしてほしいという願いも込められています。美空ひばりって誰？美空ひばりは神奈川県出身の歌手、女優です。9歳で芸名美空和恵で初舞台に立ち、12歳でカッパブギウギにてレコードデビューしました。10年連続で NHK 紅白歌合戦のトリを務めるなどの活躍で歌謡界の女王と呼ばれています。代表曲は川の流れのようにや柔らなどです。病気で体調を崩しながらも舞台に立ち続けましたが、1989年6月24日に52歳で亡くなりました。没後の1989年7月に女性初の国民栄誉賞を受賞しました。5月29日の誕生日の有名人は？5月29日に誕生日を迎える有名人は、早見沙織、舞花文様、美空ひばり、神田沼田と伊勢谷友介です。エコー、5月29日の誕生日の有名人。5月29日に誕生日を迎える有名人は、早見沙織、舞花文様、美空ひばり、神田沼田と伊勢谷友介です。アマゾン、5月29日の誕生日の有名人は？5月29日に誕生日を迎える有名人は、
誕生日を迎える有名人は早見沙織、舞花文豪、美空ひばり、神田愛花と伊勢谷友介です。エコー、いつもありがとう。よかったです。エコー、仕事行ってきます。行ってらっしゃい。気をつけて。